まずそうですね、いろんな形、ところで喋られてると思うんですけども、何せ漫画としては今回このドミトリー・トモキンスっていう漫画は、12年ぶりになられる。そうみたいです、はい。はい。漫画としては7冊目、著作としてはまあ8冊目ということなんですけども、はい、なぜまずここまでインターバルが空いてしまったのかっていうところから伺いたいんですが。ああ、そうですね。何しようかを探してるうちにこのぐらいかかっちゃうんですよね、うんうんうん、そうですよね、で締め切りも決めない状態、決めないで考えてるもんですから、何しようかが決まるまでは、そうなんですよ、やっぱり10年くらいはあっという間にそうでした。でも依頼がうん、その間もこういうの書いてくださいとかあります、ね、ありますよね、そういうのは出版社さんから、お付き合い続けてる状態で、はい、なんて何の話かって思うんですけど今どんなこと本読んでますかとか、うん、何が面白そうですかみたいな連絡はし合ってるんですよ、うんうん、で何を書こうかが決まらないんですよっていうことをまあ正直に言っといて、うん、でなんとなく編集者さんと話が書いてる本あ読んでる本の興味が一致した話が盛り上がった編集者さんと、うん、じゃあそれやりますかみたいな約束がまあ何年か経つと出来上がってくるわけですよね、うん、今回のもそんな感じです。そんな感じ。田中さんとも、黄色い本を書いた割合すぐ後にご連絡いただいてて。はい、編集者さんの田中さんですね。そうです、そうです、はい。今回の。でもまあ、何をしたいかがわからないので待ってくださいね、みたいなことを、お返事してて。で、時々お互いに近況どんなしてますか、みたいなことを手紙でやり取りしてました。うん、はい。でそのごめんなさい、うん、この本 その企画が、うん、一致した時その話が、うん、そう、それから出版まではどれぐらいかかったんですか。そうですね、4年くらいかかってるんじゃないかと思います。科学でやりましょうよみたいな、ストーリー漫画じゃないのにしましょうよっていうのが、うん、まとまったのがそんなだと思います。うん、うん、そうですね。決まってからは割と早く書けるんですか、それとも決まる前。いやいや、決まってからはお互い、はい、よし、じゃあ勉強しましょうよねって、お互い勉強し合いっこみたいな、うん、この本読んだだのあの本読んだだの山だみたいなことを、いやでもそういう仕事の仕方って今回初めてなんですよ。いつも漫画、それまでの漫画の時はもう自分一人で書くもんだと思ってたので、どの本も編集さんに原稿のほとんど下書きも終わり、スクリーントーンもこういうふうに貼れるっていうことが分かった状態で、これなんですけど載せてもらいますっていうふうな感じで、うん、原稿を渡してたんです。そのやり方でずっとやってたんですけどもね、今回はその次に何をしようかなが全然浮かんでこなくて、黄色い本やった後ずいぶんくたびれてて、何にしようかなが浮かんでないところで、田中さんともそうですねみたいな感じで、うん、何年も経って、でようやく科学っていう科学の本を紹介するっていうところにたどり着いた2人で、じゃあこれにしますかって、うんな感じです、うん、じゃあ具体的に科学のこの本をっていうところではなくて、まず科学の扱いたいなっていうところから、じゃあ実際科学の中のどの本にしようかっていうふうに勉強していったっていう感じなんですか。そうですね、うん、はい、じゃあそれまでなんか本を読まれて、うん、これがいいなとかそういうのがそうお互いあって、感想本読んだ本の図書館で読んできた本の感想などを言い合って、うん、でモチーフが決まる前も読んでた本とかその興味がこう湧いてた。そうですね、そうそうそうですね、子供の頃読んだんだけどさみたいな本もお互い出てきますよね、うん、ありましたなるほどね。でとなるとそもそもなぜ
じゃあ今回は科学の本でいこうかっていうこう、ところがあの疑問というかあれなんですけど、はい、まあ、いろんなインタビューの中でもこう何回かこう話されてますけども、まあ、自分を漫画の中でこう自分っていうのを出すのにちょっと疲れたというか、うん、そこからちょっと離れたくて、その科学の本っていうのがなんか涼しい風が通り抜けるような感じがしたので、うん、科学に惹かれたっていう話をおっしゃって、はい、インタビューでされてますけども、このあたりもちょっと詳しくお伺いしたいんですけども、科学のどこに惹かれたんですか？そうですね、あの、おそらく科学のにしようという前の段階で何やらちょっとあの変化があったんですよ。あのね、黄色い本の後にその人の顔を描いて目鼻をつけてっていうのがどうもなんか自分の中であのうるさいなーっていう感じがある、始まっちゃったんです、うん、へえ、うん、何なんですかねって言うんですけどあの、うん、あれですよね、どんな顔を描いても、うん、犬の顔を描いても猫の顔を描いても、うん、自分の顔に見えちゃうみたいな、自分の声で喋り始め、うん、私の声で喋り始めちゃうみたいな、うん、そんな感じが始まっちゃいまして、うん、それってまあおそらく黄色い本で自分のこと長々考えて書いてたことの後遺症みたいなもんなんだろうなと思いましたんでね、うん、まあ、それじゃない形で絵を描く方法ってないかなと思った時に、人物画じゃなく、絵で言えば人物画じゃなく生物画とか風景画とか、うん、そっちのもんだったら描きたい気持ちはあるのに、うんうん、そんなことを思いまして、よし、じゃあ今まで人物が描いてましたが、漫画ってなんとなく四角い枠の中に人間バストアップとかロングとかあってもみんな人物画っていう感じがしてましたから、それを一旦やめたって、で風景か生物かみたいなもので漫画がコマ漫画ができないかなってことを考えてたんですよ。それで言うと漫画だけでもなく、その例えばテレビっていうのも四角い枠の中に人が映ってながら、ドラマってこともあるし、ドキュメンタリーってこともあるし、ニュース報道みたいなこともあるし、あのドラマだけじゃないじゃないですか。それで言うと漫画だってそのフィクションじゃないこともできるかもしれないんじゃないかななんてこともちょうど重なってたので、うん、で、風景画、生物画でノンフィクション、その案外3つちょうど一緒に頭の中にあったので、うん、それでまあなんとか、うん、やってみたらどうかなっていうのを考えたんですよ、うん、でもそのいわゆるなんで大きな意味でいうその漫画の枠というか、うんうん、要はそのじゃあイラストを描けばいいんじゃないのとか、イラストレーターの仕事をなさればいいんじゃないのっていうなんか意見も普通に出てくると思うんですけど、ありますよね、そこには行こうとはしなかったんですか？そうですね、なってませんね、うん、なんでだろう白と黒しか使えなくて、イラストレーターは色塗らなきゃいけなさそうなのできっと無理と思ってましたはい、そうですか、そうですよね、うん、あるいは漫画というやっぱりその形にはやはりまだ愛着があるとか可能性があるとか、はい、そういうこともありますか？四角いコマ、あの正方形とか長方形とか、うん、あれがかなり好きです、イラストレーターない枠ないじゃないですか、はい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 、だもんで、うん、あんまり描きたいなって気がしないんですよ。あ、四角い枠好きみたいです。枠、四角い枠、ええ、何でしょうね、その枠に何がある？絵本も描かれてますよね、はい、ええ、その時はどうだった？あれはですね、そうそう、ちょうど間に描きましたよね、うん、これはね、なんでだったんだっけな、これはね、
そうですね、引き受けたんですよね。なんで引き受けたんだっけな。あの字の読めない赤ちゃんが読む絵本だって聞いたんで引き受けたような気がします。小学生が読みますって言われたら引き受けてなかったと思う。それは漫画と同じだからってことなんですかね、小学生が読めるものになったら。またそれを小学生読めるとなると、また私きっと自分の顔を描き始めちゃいそうな気がするんですよ。赤ちゃんなら、はい、どうか分かんないですけど、根拠ないですけど、はい、赤ちゃんならそんなこと思わずに絵だけ見てくれるんじゃないかなと。確かにこの絵本、まあ、僕も相当好きな絵本なんですけど、最後の見開きのこの見開きがあるんですけど、今ラジオで伝わらないんですけど、これは今を見ると結構トモキンス風といいますかですね、ちょっとこのグラフィックな感じといいますか、すげえ見開きだなって当時も思った記憶があるんですけど。そうでしたね、白とお日様が昇る時の明るい赤と、ね、みたいなね、赤と白と黒と夜の黒と、ね、すごくかっこいい見開きなんですけど。あ、そうですか、ありがとうございます。でもその自分から離れるっていうのの、切り替えっていうのは、今まではだってそのつもりで自分の気持ちを入れて書いてたわけですよね。そうなんですよ、 そうなんですよ。切り替えができたんですか、もう、あ、モチーフを変えた時点で、作品にもこうすんなり入れた。そうですよね、今まで何の問題もなくやってこれてたんですよね。そうなんですよ、なんでだったですかね。でも人の作品も他人のその著作物読む時もその自分が出てるものは少しこうしんどい、読むのがしんどくなって、そうなってきました。そうですよね、はあ、何なんでしょうね。そうですよね、前は平気でできてたんだ。それがまあ黄色い本でちょっとやりすぎたっていうのはあるんだと思います。その前まではお友達だの、棒が一本でもそんなにコテコテに私私って言ってきてはいなかったかもしれないけど、黄色い本の時にはもう、そうですよね。でも読んでる方からしてそんなにこう、これね、よく皆さん、インタビューの方、皆さんそこは意外な、そんなに自分自分だって思ってないですよ、みたいなインタビューの何回か見て、離れてる感じが、そうなんですか、します、ね、そうでしたか、ましてだからどの顔が全部高野さんの顔にっていうのはもちろん、まあ、書き手ならではのね、意見なんでしょうけど、読み手としてそこまで自分自分っていうのはむしろ高野さんの作品はむしろそこからちょっと遠い作家さんだと思ってたぐらいですけどね。そうなんらしいですね、はい、なんでしょうね、いやー、あのね、なんですかね、ほら、絵ってきっちり体力があって自分の気持ちをコントロールできるときはきっちりと絵を完成させることができるんですけど、体力がなくなってくるとコントロールできなくなってくるんですよ。その心の中のことが自分でも気づかないことを絵が線に出ちゃうみたいな、隠したつもりのことも絵に出ちゃうみたいなことがあるんです。体力のある時は読み手のことを考えて、いや、ここはちょっと片付けとこう、見せないようにしとこうっていうことができるんですけど、体力なくなってきたり年取ってきたりすると、その思いがけず出ちゃって、それが読み手に悪い影響を与えることもあると思うの。悪い影響ですか、
そう、例えばどういう害を与えることもあると思うの。うん、それはやっぱり誰が読むか分かんない、本を作るっていう人の責任みたいなものがあって世の中への、うん、だから健康じゃない時は書いちゃいけないんだって、うん、思ってましてね、うん、それで言うとちょっと黄色い本を渡った時には、うん、疲労感で、うん、これ以上書くとなんか書いてるとまだ頑張って書こうなんて、うん、続けると、うん、なんだろうな、うん、なんかとんでもないことを言ってしまうかもしれない、うん、で編集さんが止めてくれれば良いのですが、はい、今編集さんそれも面白がって出しましょうよって言っちゃう編集さんって多いじゃないですか、うん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 、それって危険じゃないって思うんです、うんうんうん、だからこりゃ今もうここまで来ると誰も止めないかもしれない、うん、止めてくれないかもしれない私のことと思ったらちょっと自分でブレーキかけなきゃもう書くのは、うん、心の中を書くのは疲れが収まるまではやめようっていう感じがありました、うんはあ、確かに体力が後半なくなってくるのでなんか後半だとちょっと急に主人公が老けてしまったとかっていう話をなんかインタビューでねされていましたけど、ええ、それがね、うん、コントロールできないんですよで、うん、書いてる最中はそのつもりないのに、うん、仕上がって本になって半年ぐらい見るとびっくりするぐらい、ええ、あと、うん、びっくりするぐらい疲れ度合いが出てることを後で気がつく、うん、もうね世の中に出てしまって手遅れなのに、はい、あとこれがやはりゾッとすることなんだけど、うん、自分じゃできてるはずなのに、うん、読んだ人にとってはそのあなた心の中にこれがあるでしょっていうのが、うん、読めちゃう人もいるわけですよね、うん、全部の人じゃないんですけど、うん、その時に たまたまそのなんだろうなええ、あれですよそんなねいつも前向きなメッセージばっかりじゃないんですよ私の絵の中には、はいはいはい、それがね、うん、誰かが読み取るかもしれないとっても、うん、前向きじゃないこともチラッと出てきちゃったりすると、うん、きっとそれにを読んじゃう感度のいい人がいるかもしれないから、うん、それはまずいなみたいな、なんかいきなりこんな話で恐ろしい話をしてきたんじゃないんですけど、いやいや体力っていうのは、うん、その精神的な面っていうのもあるってことですね。精神的な健康、うん、そうそうありますよね、うん、ありますね。それって下さんもなんかいやすごいよくわかります。あ本当ですか。うん、その表現っていうかまあその作品がネガティブっていうかまあそんなポジティブとは限らない表現だとしても、うん、心が健康であれば、うん、もっと伝わり方がすごく違うと思うんですよね。そうですよね。でも心が健康じゃない時にのものって中で、ね、やっぱり自分でこう嫌な空気を出してるものを流してしまって、うんうん、それを受け取ったその電波みたいなものなんですけどなんかこうそのアンテナが、うん、に引っかかってしまった人が、うんやっぱり健康じゃなくなるんじゃないかっていうのはすごくでそれテレビとか見てても、まあ、他の人の作品見てても、うん、あなんかこの感じは嫌だなとかいうのがあって、うん、自分にも、うんうん、なんかこれを出しちゃいけないなって思ったりとかすることはちょっとあったりするんですね。ありますよね、うん、それって主にやっぱり絵の話ですか？文章でも出てくる？いや、私は全部に関わってると思います。そうですか。はい。トモさんはそれ絵の話ですか？やっぱりうん。文章はちゃんと書けないんで、あと絵だけ、絵だけ。そうですよね。そうなんです。そう。だから、さんにとっては、その、やっぱりその、うん、漫画という形で。漫画という表現で、っていうことですよね。そうですよね。うん。なんか、生死に関わることのように思えてしまうんですよね。ああ、そうそう思います。ほう。ええ。
知らない人の精神に関わること、そう、あ、思いますよね。あ、思いますね、うん、編集者さんがねそこら辺を気がついてくれればいいんだけど、うん、でもそういうのを喜ぶ人もいるしな、だもんで、うん、それはやっぱり自分で、うん、あ、まずいなと思ったらやめなきゃいけない気がしてます、うん、結構それが好みだったりする、うん、人も行ったりとかして、うんうんうん、そう、ね、そう、それはもう危険ですよ ね、うん、なんか危険っていうか難しいですよね、うん、でもそういった意味で言うとこれは僕個人の感じなんですけど、僕もだから多分そういった作品はあまり好きな方ではないと思うんですね、うん、僕の好みとして、うん、それはもう本、漫画、映画何にもかかわらず、うん、で僕もそもそもやっぱり科学の本がやっぱりそもそも好きだったのと、うんうんうん、あと子供向けのものって好きなんですよ、うん、それはまさにね、僕の中でもその要は作者の自分みたいなのが奥の方に引っ込んで見えるから好きっていうのが、もともと自分もそうなったんですね、うんうん、それこそ涼しい感じというか冷たい感じというか、なんか力、むしろ力強い感じを受けるんですね、うん、そうですよね、うん、自分がこの人後なんだっていうか、うんうん、先に何かそれこそ大げさなこと言うと、これを出すことが世のためになるみたいな確信を持って書かれたり作られたものっていう風に見えたんですね。子供向けのものだって。それは、まあ、全般というよりは、その中の優れたものの話なのかもしれないですけど。はい。だから今回、高野さんが、まあ、僕はそんなに高野さんの作品見て、高野さんの自分がっていうのを感じてたわけじゃないですけど、はい、でも、高野さん自身がそういう思いがあって、そこからこの科学の本の方に行ったっていうのは、僕としてだからなんとなく分かるっちゃ分かるという先月なんですけど、あ、そうですね、そこで科学に行くかっていうのは確かに、ええ、なんででしょうね、まあいい具合にそれこそ田中幸子さんという人がですね、はい、編集さんなんですけど、はい、全然文系じゃないんですよ私のそのうん、暗い恐ろしい部分を、うん、まるで気がつかない人なのかなっていうぐらいに理系の人で、うん、それがあ、この人、この編集さん、すごい、会ってておしゃべりしてて面白い。文系の編集さんはダメですわね、うん、そこで言うと。だもんで、理系の人だったんで、うん、あ、この人と一緒に、あれやこれや本の話をするのは面白いなって、私が読まないものを探してきてくれるんで、うん、じゃあ、OKOK、そんな理科好きなら、じゃあ私も付き合うから、理科の本にしましょうよ。科学の本にしましょうよ。ってことで。うん、ここに来ました、うん、でも書いてる間って日常のそういう浮き沈みみたいなのもやっぱりありますよね、うんうん、そういうのは反映っていうか影響しなかった、あ、トモキンス書いてる間ですか、そうですね、そうですね、うん、自分のことではないのだし、それももう随分昔のもう空の上の方にいる人たちのことだと思うと、うん、一作書くごとに お空の方にありがとうみたいな感じで、ご苦労様、書かせてもらってますみたいな、そんな感じがあって、あれですよ、自分の締め切りでひいこら言ってても、絵がうまくいかなくて、トモキンスの中のねキャラクターうまく描けなくても、うん、一休みして、ベランダから外見ると4人の科学者さんが、うん、まあ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 いいんじゃないですかみたいなことを言ってくれてるような気がしてたんで、うん、あ、いいかなと、それで、なんとか最後まで来ました。じゃあやっぱりその科学であるっていうことと、まあ、あと他人を主人公にしているというか、うん、他人のことを書いているってこと、しかもそれが古い人たちであるっていうところは、うんうん、その要は黄色い本で疲弊なさった高野さんにとっては非常に心地が良かったというか、はい、ある種の、まあ、リハビリといったら大げさかもしれませんけどっていう形になったってことです。そうですね、うんうん、でもそれもなんか僕は全然漫画とか別に書くわけでも何でもないですけど、すごい分かる気がするというか、
科学の本と子供向けの本と、あとやっぱ海外の本も、ものが好きなんですね、文学とかだと、小説とかだったら、うんうん、はい、やっぱりちょっと自分と距離がある方が疲れないと言いますか、そうですね、うん、そういうのありますよね、なんか、はい、距離があるからこそなんか心もちゃんと心穏やかに接せられると言いますか、うんうん、楽だったってことですか、気持ちが。ええ、そうですね、あの、はい、ええ、もうなんだろうな、あの、4人の科学者さんは私の絵ではなく昔の漫画家さんの絵を借りているので、うんうん、それでそもそも似顔絵なので高野が出ようがないし自分が出ようがないし、でもう一人の智子さんと金子さんももう目玉を点にしてしまえば、うん、余計なことはおしゃべりしないし、うん、あれですよ、あのなかなか気持ちがよく書けました、自分が気持ちいいだけじゃなく本当に正しく内容、4人の科学者さんの内容を伝えられているかどうかというのはとっても不安のまま、うん、未だにそうなんですけど、うん、最後まで、うん、ちゃん私が気持ちいくてもしょうがないんだよなと、うんうん、ちゃんと伝えられてるのかどうかなっていう不安はあるんですけど、でもとりあえずまだこの中で紹介されている本は、はい、鏡の中の物理学かな、これだけ僕ちょっと手に取って読みましたけど、うん、これからゆっくりと、はい、そうですね、止めながら、そうですね、はい、これからちょっとあのゆっくりとそれぞれ読んでいこうかなと思うんですけど、トモキンスはもうさっさと読み終わって片付けてそっと紹介されてる本の方をゆっくり読んでくださるのはあ、それが一番だと思います。そうですか、トモキンスはもうさらっともう閉じてしまってくれていいです、うんうん、その後の、紹介されてる、うん、さらにさらに本棚、科学の本棚の方をたっぷり読んでいただくのがこの本の目的ですね、うん、確かにそのドミトリ・トモキンスはすごくさらっと読むことは全然できると思うんですね、うん、はい、僕も一読目はさーっと読んで、あの語弊がありますけどすごい分かりやすい漫画だなと思って読みました、はい、ただ何度も読み返してるといやいや、やっぱりそんなこともないのではというふうに思ったりもします。あ、そうですか。もっと、これはまあ、もっと言うとすごく楽しみ方がいろいろできる作品じゃないかと思っていて、うん、はい、例えば、まあ、高野さんの漫画のなんか皆さんのこれまでの作品のイメージで、例えばアングルがすごい凝ったアングルがとか、すごいコマの中のカメラの動き方が独特であるみたいなのがあって、今回一見それが抑えられてるようには見えます、確かに、はい、でもやっぱりよく見るとなぜ例えばこのキャラクターとこのキャラクターはコマによってトーンの張り方が違うんだろうとか、あの影のこっちのコマではベタで影がついてるのに、はい、こっちは急にトーンになっていくんだろうみたいな、おそらくまたこれ鷹のルールが存在するのではないかというふうに駆られてですね、そうですか、うん、読み解きたくなってしまうというところもあります。単純にそう、まず僕トーンのルールって言いますか、はい、がちょっと気になったんですけど、あ、そうですか、はい、うん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 、そうですね、うん、あの智子さんと金子さんが、うん、でしゃばらないようにするには影は薄く、あの黒の少ない絵で描く方がいいなと、うんうん、科学者さんたちの方はくっきり墨を塗ろうと思ったんですけど、うんうんうん、いきなりそれだとあのあれなんですよね、あの要するに何だろうな、あのいきなりそれだと科学者さんがキャラが立ちすぎると、キャラが科学者さんが冒険始めちゃうんですよ。で、手塚治虫漫画に近くなって、そうすると読者は起承転結のオチみたいなやつとか、あと、うん、悪い人をやっつけるみたいな、うん、そういう流れを、うん、物語を当然期待しますよね、うん、だからそこのところでギリギリそうなりそうなところで5ページ目がコーンと出てきて、はいはい、ここでおしまい、うん、落ちの直前に智子さんが出てきて、うん、おしまいっていうふうにしないことには、うん、そもそもの目的の
図書館へ行ってくださいねが伝わらないなと思ったので、だもんで最初のスタートと最後の5ページ目、1ページ目と5ページ目は、うん、智子さんたち主導、真ん中の3ページの間は、科学者さん主導っていうふうになんとなく分けて、なるほどなるほどなるほど、でもそうですよね、科学者さんがこう主導になると、はい、智子さんが影がぐぐ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 本題に入るっていうのは、はい、あ確かになるほどね、はいはいはい、と今回あれですよね、ペンも変えられたっていう話をされてますよね、そうですね、行政のというですか、はい、要は智子さんたちは比較的強弱の出ない、ない線で、すごいな、あの割と単純なことで気がついたんですけど、はい、目玉の黒って黒目って塗れば塗るほどだんだん大きくなりますよね、 あれって割と当たり前のことなのかもしれないけど、うん、黒目が大きければ大きいほど主人公面をしてくるっていうルールってあるじゃありませんか、ほう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 、手塚治虫、うん、アトムの黒目大きかったんだけど、うん、でも割とここのところ最近の漫画は黒目どんどん小さい派の方が一般の漫画増えてるんですよね、だからあのその漫画のストーリーの中でどの人が主人公だか分かんないような書き方をするのが今の2000年の漫画で、そう、どの人が主人公になるか分からないよ、お話、目玉の大きさがみんな同じ、なるほど、ええ、だけど1950年60年70年あたりの漫画までは主人公顔と脇役顔があった、違いは目玉の大きさだったじゃないですか、そんなのが偶然今回割と分かった、初めて発見しました。智子さんたちはもうこれ以上ないぐらい小さいですもんね、小さいですね、そう、なんですよね、でも彼女たちがでもナビゲーターではあるんですけどね、はい、そうですね、でも不思議なことにでもそれでまた一つ発見があったのですけど、主人公顔をした手塚漫画タイプの方が自分語りしないで済んだんですよね、その最初の問題と戻るんですけど、私が私がって言わなくて済んだんですよね、あの時代の漫画の方が、それはなんで、なんなんでしょうね、そうかも、そうですね、そうでしたよね、リボンの騎士を、まるで自分のことのようには読まなかったですよね、お姫様だと思って、自分から離れて読んでたのに、あの頃はね、目玉の大きいキャラクターがいる間はそうやって読者は楽しんでたんだけど、今のどんどん目玉が小さいキャラが動く漫画になってきたら、みんな一斉に私が私がになってきてしまった感じは、それぞれのキャラクターにこう感情移入できるような感じに、なってます、ね、ますよね、より僕らの世界に近づいてきちゃったってことなのかな、違う、ごめんなさい、ちょっと間が飛んでるかもしれないですけど、要は主人公のいない世界に僕たちはでも多分いるじゃないですか、本当は、もちろん自分が主人公の世界なんですけど、でもみんなそう思ってるわけだから、なんつったすごい変な話をしてますけど、そうです、ね、そうなんですよね、主人公面、主人公、主人公面、主人公とはそうですよね、なるほどね、そういう意味ではちょっとじゃあ難しいじゃないですか、なんですかね、書いてて書きつつ分かったことってそういうことでした、不安になったりとかは別にしなかったですか、主人公が勝手に動かないように動かないようにしなきゃいけないので、しょっちゅうその枠線でくっきりとその四角から出るなよみたいなことはしてましたね、制御の枠でもあるんですね、そうですよね、そうか、なるほど、加納さんはでもそうですね、なんかすごく制御の人っていう印象もあるけど、でもでこの漫画最後に最後 あの 話数といいますか最後の回が、はい、でもものすごく急にダイナミックな展開という なっていくじゃないですか、はい、要は、まあ、血と科学という中川さんの話をもう軸に、はい、急にすごくグラフィックなページになっていって、うんうん、まあ、騙し絵みたいになって最後終わっていく、この展開はそもそも最初から考えられてたんですか、
いや考えてなかったです。途中で、さラストどうしようかなってのを言って田中さんと相談して、有名落ちですかみたいな、そんなことだったんですけど、それしかないのかなと思ってたんですけど、たらいい具合に、この使徒科学っていう、古い、あの国語の教科書に載ったんですって、これ。あ、そうなんですか。昭和30何年だったかな。三津村図書の国語の教科書に、中学何年生だったかの国語の教科書に載ってる文章なんですよ。これが、あ、ラスト、これをなんか、エンディングテーマソング、エンディングソングに使うと、収まりがいいわね、みたいなことになりまして、で、この詩を、丸々5ページで、この詩を紹介すればいいわけだし、じゃあその、詩の、文字部分じゃない絵の部分を何に書こうかなと思ってたら、まあやはりそのあれですね、科学物理のことを特に湯川秀樹の本を読みながら考えしていくと、その何ですか、二次元の平らな世界の中、紙の上の平らな世界の中のことが、ああ物理と結構近いんだなみたいなことを思い始めて、で数学で定規とコンパスで絵を、数学の授業で図を描いてた時のことなどを思い出し始めて、小学校中学生の頃の算数の授業、コンパスで丸を書いてみたいな、あれのことを思い出したんですよ。ずっと長いことそんなことやってなかったんですけど、特に湯川の物理講義を読む、湯川秀樹物理講義を読む、あの本がめちゃ難しいんですけど、算数の授業もう一回やってるみたいな感じで、読み物としては決して楽しい読書には入らないと思うんだけど、本当にもろ数学の教科書なんですけど、あれが意外に気持ちいいんですよ、読むと。はい。で、空間とはみたいなの、ものがね。で、そんなこと考えてたら、定規で線を引いて、コンパスで丸を描いてみたいな、そういう絵が、ちょうどこの詩には合いそうだなと思ったもんですから、トモキンススタートの時の金子ちゃんは、ほっぺがふっくらした顔してたのに、だん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 丸キューみたいな顔に金子ちゃん赤ちゃんの顔が、球体になっていくんですよ。そうですね、最後完全に球体ですね。それが、もう思いっきりじゃあもう球体でいこうじゃないのって感じで、次第に、金庫が球体になって、その記号のように絵ではなく図に近くなってきました。なんか金庫ちゃんのちょっと成長がなんか楽しいなって思ってましたけどね。そうですよね。成長しすぎて急になってしまった人間でなくなってしまったんですよね。確かにそうか。はい、ちょっとね、作品の時間実はゆっくり流れてる印象あるんですよね。そう、この作品の中に四季とその健康ちゃんの成長がちょっとあるっていうのが、すごくこうホッとするっていうか、そうでしたね。牧野富太郎のね、植物の会なんか、お花が咲いたよみたいな。そう、最初はね、そんな風に、穏やかに言ってたんですけど、だんだん、9と直線になって、円と直線になってしまいまして、よし、もう思いっきり最後はそれでいいやねっていうことで、そうでした。幾何学模様になってしまいました。朝日新聞のインタビューで、高野さん、今回の本で、漫画って今まで絵画と文学の間にできた赤ちゃんだと思ってたんだけど、最近は図、幾何学と国語の間の赤ちゃんだっていうふうに思うようになったっていう話をおっしゃっていて、それって、で、まあ、今回のこの最後の話数とかにもろに出てくる、つながる話なのかななんて思って読んだんですけど、そうですよね、絵だと思ってたのがいつの間にか描いてるうちに、あれって思い始めて、図じゃないのこれもしかして、特に色がついてないっていう
段階で、だから色のついた漫画全然あんまり興味ないんですよ、カラーっていう、うんうんうん、カラーページって、うん、白黒大好きなんですけど、そうすると白のと黒はまあ絵じゃなくて図か、これそれで言うと、そうですね、絵だと思ってるたんですけど、長いこと漫画のネームと絵だよねみたいな、うん、デッサンだよねみたいなことをね、漫画描くったら最初からよしよし、まずデッサン大事、クロッキー大事、スケッチ大事って思って練習してきたわけなんですけども、どうもその違うみたいなんですよ、その話を伝えるための絵と思うと、その読んで美しい、あ、見て美しい絵っていうのと違って、説明のための絵を描かなきゃいけない。説明のための絵っていうのは絵ではなくて図になっていくんだなってことが、ほら、絵の役割で鑑賞の、見て美しい鑑賞のための絵と説明をするための絵とあるんじゃないかな、はい、説明のためって要するに、はい、エアコンの取り付け方の図解とか、はいはいはい、ファックスの紙の入れ方の図とか、究極的に言うと地図かもしれませんね。地図、はい、そうなんですよ、はい、地図なんですよ、はい、あれって、絵じゃなく図になっていきますよね、でもなんか、そこのところが面白くなってきましたね。ドミトリトモクイスの刊末にまさにその、はい、T さん括弧東京在住はこの夏盆踊りが踊りたい、これはまさに説明ですよね、説明の図の漫画ですよね、はい、確かにね、はい、これももうなんかすごいことになってるなと思いましたけど、この辺が今じゃ高野さんは面白くなってきてるということなんですか。そうですね、でも極力どんどん説明の図を上達していくと、誰が書いたとかとかいうことはあんまり意味がなくなってきますよね。はいはい、匿名的になってきますね。そうですよね、エアコンの取り付け図のすごい素晴らしいやつで作者は誰とかどうでもいいくらい、クレジットがないみたいなことは気にしないですよね。ありますよね、はい、でもそれって結構昔はね、そういう職業たくさんあったみたいですよ。私、この科学本を調べてるときに、科学朝日っていう1960年くらいのグラフ誌あったんですけど、あの頃はまだ、雑誌に、カラー写真の技術があんまり高くなかったらしくて、図版なんですよ、図解なんですよ、何でもかね、ちょうど読んだのはね、オリンピックの時の、オリンピックの時の、電光掲示板の仕組みみたいなのが図解されてるんですよ、ペン書きなんですよ、どうも、はい、製図ペンで書いたものとかね、あの時の特集はね、水洗トイレの仕組みっていうのが、水洗トイレの浄化層はこうなってるっていうのが図解になってるんですよ、それがすごく不思議だったの。ところが今それを、はみんな写真で間に合って上手な写真ができてるから、あと動画もありますしね、そうですね、で言うと亡くなった職業でああいう図面屋さんみたいな職業があったんだなって、今あれがなくなったばっかりにみんなが漫画家になるかになってきちゃってないかなって、あの職業がなくなった分、イラストレーターになるか漫画家になるかアニメーターになるか、絵が得意、絵が好きだって思った子がそうなっちゃってるような気がして、そういえばでも私も子供の頃ってこう漫画はそんなにお家になくて、でもなんかこう漫画的なものが見たいっていうのは、時はやっぱその説明図とか図面とか、本当それこそ地図とか、地図記号とかも漫画に見えたし、見てたの思い出しましたね。トイレ、トイレも当時は親戚のうちに水洗トイレの用の足し方っていう図解があって、貼ってましたよね。貼ってましたね。便座の裏に、そう、それもすごく見るの楽しみで、なんだろうな、やっぱ、トイレっていうのは子供が好きだっていうのもあると思うんですけど、そうなんですよ。中にああいうのすごく残ってますね。主人公のない絵なんだけど、そうそう、もう棒の人間なんですよ、そうなんだけど、そうなんですよ。ところが今もう、主人公、何でもありでしょう。なるほど。植
食品のパッケージにももう主人公ついてたりするキャラクターですね。あれがね、はいはい、ね、勘弁してくれよみたいな。確かに肩なんか結構もういっぱいいっぱいな感じありますよね。うん、うん、そう。おそらくなんかまさにその主人公がいない、ある種風通しのいい冷たい感じというのを、うんうん、多分みんな感じ取って。商品に関してはもっとあったかい方がいいんじゃないの、うん、って言って主人公を作っちゃってるんじゃないですか。おそらく何でもキャラになってるでしょう、うん、だから牛あの焼肉屋さんで牛が美味しいもんって言ってそうですよねそれはどうこっちゃうんだろう。最初は良かったんですけどね、みんなあれになっちゃったから、うん、ちょっとなあのそうですね、あの海外の家具とかだと、うん、もう図だけでどの国の人が見てもいいように、うん、あ、IKEA とか、そう IKEA とかは、うんうん、その組み立て方が変えて、うんうん、あれとかもすごくこう気持ちがスッとするっていうか、なんかこれいいなって眺めちゃいますね、そうですよね、うん、ある種、まあ、ユニバーサルな感じがするというか、そうですね、はい、以前高野さんのその、これ2010年の人風っていう同人誌に近い雑誌のインタビューかな、はい、なんかネットで出ててですね、その漫画今その一人称とか二人称とかっていうのが、おそらく小説とか映画にはそういう人称のルールっていうのがあるんだけども、うん、漫画はどうやらそれ、はいはい、映画とか小説のその人称のルールと ちょっと違うんじゃないかみたいなことをこのインタビューでされていて、はい、で特に高野さんに関してはその人称問題というか、うん、これは誰の見てるものなの、うん、誰のカメラなのみたいなのは、はい、すごく混乱させられるような楽しさというか、そうなんですか、面白さがあるんじゃないかなと、特にトモキンス以前のものに関しては思ってたんですけど、はい、だからこのインタビューされて読んだ時にすごく僕もハッとしたんですけど、うん、そういった意味で図ってまさにそのこれって誰が見てるものなのみたいなことを意識させられないじゃないですか、もう直接読者とつながっていくというか、はい、図って、そういうものをちょっと目指されていたのかもひょっとしたらと思ったんですね。それは無自覚のものかもしれませんが、うん、そうですね、なんでしょうね、印象はいや結構未だに相変わらず結論出ないまま気になってます、あの 3D 映画も好きなんですよ。それで言うとあれも普通の二次元映画と違う認証がありそうな気がして、今この撮っているこのカメラは一体誰の目線みたいな、ありまして、あれどうなんでしょうね。そんなでも、まあいろいろ楽しみはありますがそんなだけどね、たくさんは見れないけど、そんなこと考えてました。ね、でもそうか、図に近づいていく。そうか、3D 映画か。なんかすごくこう迫ってくるし、はい、なんか圧迫感。あ、疲れ、疲れないですか、ね、疲れますね。入ってくる感じ、なんか、自分の了解にこう、来られる感じがしちゃうんですけどね。ありますよね。うん、距離が、ふんと、カメラに寄ってくると。そうですよね。なんかグーグーなってさっきからすごい気になりました。静かだとお腹鳴る音が聞こえちゃうのはちょっとすみません、気まずくて、いや全然平気です、しょっちゅう。あ、そんなに時間経ちました。あらあらやだ、そうだな、いろいろまだまだ聞きたいことあるんだけど、私漫画のことをずっと考えられてるっていうのをどこかで読んだんですけど、はい、日常をどういうふうに眺めてられるの、いらっしゃるのかなと思って、あ、いいですね、いやもう漫画のこと何にも考えてません今そうですよ、そうですね、一時は確かに漫画のことを考えたみたいですけど、いやなんだか綺麗に何にも考えてないですねで、まあ、日常は日常として、まあ、この、あ、でもこの風景を、切り取ってみたいみたいなとか、あ、前はよく思ってた、あ、いや突然思わなくなりました、なんでしょうね、黄色い本の後はもう、本当にやっぱ黄色い本がじゃ ある種本当に行き着くところまで行ったっていうところのなんですかね、ある種裏返しのようなことでもあるわけですね、そういう気はしますね、そうするとその田中さんというその編集者さんと、まあ、今まではその全部できたものを編集さんにお見せするっていう状態だったのを、今回一からコンセプトの段階から作られていったっていうのも、ひょっとしたらこの本にとっては良かった、本当そうでしたよね、
ある種風通しの良さっていうのはそこにどうしても出てくると思うんですけど、はい、人の話を聞くみたいなまで聞くもんかと思ってたんですけど、そうですよ、うん、はい。トモキンスはその本読んで自分で理解した後にこう、うん、作画されたのか、うんうんうん、本読みながら作画、はい、あ、そうですね、されたのかっていうのも気になったんですけど、科学者さんたちの随筆ですね。そうですね、どんな風に、はい、あのこう作品作られたのかなと思って。そうですね、絵にすること何も考えずに面白くただ図書館で、うん、図書館の書庫で古い本、科学の本を随筆読んでました。漫画に、まあ漫画にするつもりではあったのだけど、漫画描かなきゃいけないっていう状況ではあったんだけど、うん、全然あの、はい、メモとか取りながらとか、取り上げる本を、そうでした、うん、あの4人の科学者さんが決まった段階で1人2冊ずつっていう紹介しようって相談がまとまって、そこでその本の選定をして、その中であのセリフの抜き書き、あの漫画のキャラクターが喋るにちょうど良さそうな吹き出しの中に使えそうなセリフの抜き書きをいくつもいくつもしましてね、そして絵ができていく、行きましたかね。まあその前にキャラクターの写真に出会って、はいはい、キャーかわいいみたいなこれで動かさなくっちゃこれですよこれみたいな、はいはい、かわいい、そうでした、かまして写真があります、似顔絵描いて、牧野さんは最高に、ね、もうね、素敵ですよ ね、主人公顔ですよこれこそ、ごめんソーラスですよね、そうなんですよ、最高ですよね太郎さん確かあと漫画なんだっけ、脱衣所で書かれてた、ああ黄色い本の時、黄色い本の時、はいはいはい、今はどうなんですか、今全然脱衣所卒業しました、卒業しました、畳の茶の間で、うん、ああそうですか、はい、やってます、ああ脱衣所はまあしょうがないです、あの人の話声入ってこないところでやらなきゃいけないっていうんで、うん、大脱衣所しかなくて、テレビの音が聞こえないと。完全にだから追い込もうとして追い込まれてたわけですよね。だからその言ってみてて、黄色い本の時はもう、そこまで隔絶した状況を家の中で探し出して。はいはい、ええー、そうですよね。うん。うんうん、そうですね。今はじゃあ、そこまで、まあ、この作品に関しては、そこで、脱衣所で書く漫画じゃないのという。はいはい。あの、うん、全然、邪魔されても、雑音入っても全然 OK で。うん、そうでした。この知り合いの、その、アニメーションの監督の、あの、細田守さんという方がいらっしゃるんですけど、うん、彼は、今は最近は違うらしいんですけど、絵コンテっていう、その、まあ、映画の元になるものを書くのに、うんうん、ファミリーレストランでずっと採用されてたんですね。はい、もう、1日10時間も何時間も、ファミレスに毎日毎日通って。それはまあいくつか理由があるらしいんですけど、はい、その作品を誰のために届けるのかっていうのをやっぱり常に意識しといた方がいい、うん、で自分が作るものっていうのはそれこそ、子供を含めた、うんうん、より多くのファミリーであったりとか、人だったりするので、やっぱり自分一人の環境でやっていくとついついそういう人たちのことを忘れてしまうんじゃないかっていう気がして、だからなるべくざわざわしたところ、ざわざわしたところ、特にファミリーレストランっていう子供なんかもいっぱいいるような場所、ファミリーがまさにいるような場所で書いた方がいいというふうに、まあ、彼なりのそろそろ風通しだったと思うんですけどってことをおっしゃっていたのがありまして、はい、今回で言うとトモキンさんはまさにそういう、うん、ファミレスで書かれても不思議ではないような、そうですよね、そうです、うん、印象を持ちました、うん、じゃあちょっと時間も結構経ってしまいましたね、先にじゃ あ高野さんの推薦、推薦図書のお話を伺ってもよろしいでしょうか、はい、はい、今日一冊ちょっと選んできていただきたんですけども、はいはいはい、美の木科学と言いまして、手にしたのは家にあったからうちの旦那が読んでたんですけど、あの3人の方が書いてらして、私の知ってるのは庵野光政さんだけだったんですでも読み終わった時にはこの伏見浩司さんと中村義作さんのお話もあの解説文の部分とっても面白くて、あの特に
あの最後にはこの寄木細工というものをぜひあれをやりたくなって、ほうほうほう、つまりエッシャーの真似事みたいな、うん、これを、うん、ができるような気がしてくる本なんですよ。なかなかできないんですけどね。このカバー絵がえらい可愛いでしょ、はい、こうワンちゃんがジグソーパズルのようなワンちゃんの、はい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 、どうしよう私もこういうのやりたいなと思って、まさにドミトリトモキの最後のコマのような感じですね。そうなんです、これがでもまあ難しい、この後追っかけてあの伏見浩司さんの本を、うん、またさらに読んで、そうすると、次第次第に作り方なんかも分かるようになるんですけどね。何、これ何について書かれた本なんですか？そうですね。そうだ。そうだったな。その、白い紙が、は綺麗だよね、みたいな。何もまだ書いてない紙は綺麗だよね、みたいなことが書いてあるんですよ。なんだそりゃってな感じですけど、そうですね、物理のことがも書いてある、はい、二次元、あの白い紙の上に四角いお酒を入れるマスを書くときにどういうふうに書くとマスに見えるかみたいなことが、漫画なんかでもありますけど、あれがマスに見える瞬間のことが書いてありましたよ。つまり黒い線が一本あって、その線が集まると突然白い紙の上にお酒の入ったマスがポンとできる、その瞬間のことが書いてありましたよ。そうでした。記号がいつ線が記号になって僕らに伝わってくるかみたいな瞬間の話ですか？そうなんです。不思議ですよね。あの漫画の時も、あのね、私ね、私の漫画あんまり線が多くないんですけど、はい、その理由もちょっとあって、書き込みの多い絵よりも線の少ない絵の方が、あのね、コーヒーカップなんか書いててもそれがただの線に見えることもあって、また突然コーヒーカップに見えることもあって、それがあのチラチラチラってたゆたゆというか、そうなの、その瞬間がとっても好きなんです。リンゴもリンゴに見える時もあって、ただ丸書いて縦に軸がポンと入ってる時もあって、それがチラチラっとするんですよ、二重にこう見えてしまう瞬間、その瞬間が好きなんですよ。だもんで、あの劇画っていうか影をしっかり描いた、どう見てもリンゴにしか見えない絵っていうのはあんまり魅力感じなくて、そのいわゆるそのリアリズム方向といいますか、これは必ずこうですよっていうふうに見せ合わせるものっていうのが一つの漫画の、っていうか絵の方向としてありますよね。そうじゃなくて、あの紙に引いたペンのニョロニョロニョロっていう黒いのが突然絵になる瞬間、意味が見えちゃう瞬間、あれが好きなんですけど、そんなのが、いいな、この本読んだら、いいんだいいんだ、これでいいんだ、みたいなことを思いましたね。島尾さん、そのさ、これがでも、こう見えない、自分は例えばそれこそリンゴに書いたつもりが、これがリンゴに見えないって、リンゴとして伝わらないんじゃないかっていうときって、なしかもしれないし、そうそう、それ逆に恐怖だったりしません？なんか、私が書いてるものが、私が書いてるもの通りに伝わるだろうか、みたいなことって。そうですね。これ文章でもあると思うんですけど、例えば自分でこう書けば伝わるだろうって、例えば一つのものを紹介するのに1,2,3,4,5っていうプロセスがあるとしますよね。その時のじゃあ、 あのそんなにスペースもないしダラダラ書けないから、じゃあその 1,2,3,4,5 の2と3を抜いて説明しましょうって言った時に、会話なんかで絶対伝わるはずなんですよ。あの表情だったり動きだったり、それまでの流れみたいなのがあるから、こことここは省略していっても大丈夫。仲のいい人ほどどん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 省略していって大丈夫みたいな会話になっていくはずなんですけど、文章ってそれこそ誰が読むか分かんない、いつ読まれるか分かんないってなった時に、どこまでこれを省略して、果たしてこれは伝わってるのだろうかって、たまにすごくもうあり地獄みたいな時に陥る時があるんですけど、それをどっちにとってでもいいと思っ
でもそれはやっぱ自分のその技術の限界みたいのもあるから、うん、まあ、できることはやるし、うん、まあどうしても省きたいものは省くし、それがやっぱその健康みたいなのにつながると思うんですね、うん、気持ちの、うん、そこのこの端折った隙に、うん、ま、なんていうのかな、自分のそのダメなその部分っていうか健康じゃない、うん、毒がそこに入っちゃうとやっぱり伝わり方があるし、回しちゃいますよね。そうですね、だからそこはもう健康で補うっていうかそうそうそう、そうですね、精神的な健康、体力的な健康で補う、あそうですか、技術の足りなさはそうそうそう、私は特にそうですね。まあ、うん、それが愛嬌だったりとかいう方向にもなると思うんですけど、うん、そういう感じな気がしますね。まあ、これはまず隙間の話なんですけど、多分今の、うん、でもその線がどっちにも見える瞬間自体がまあいいんだっていうことっていうのは、うんうんうん、なるほどっていう感じですね。島さんもそういうことあります？なんかこれはただの線に見えるかもしれないが、そこがいい。まあでもその方その方で多分線って違うと思うので、そこから、うん、見えるものも違うんじゃないですかね。人のアンテナにもよると思う。アンテナ、そうですね。うん、あのどういう経験してきた人が見るのかね。リンゴのない国だったらね。うん、そう、そもそも伝わらないっていうことがありますね。そうですよね。じゃあこの美の幾何学というのは、はい、ちょっと改めてよろしいですか。はい、早川文庫ノンフィクションで、物理を、あ、数理を楽しむシリーズ、美の幾何学、天の企み、人の匠、はい、図解がいろいろ書いてあります。そうですね、基本、はい、あれなんですね、対談というか定談、3人がおしゃべりしてるものなんですね。そうなんです、うん、で合間に絵が入ってきて、あ、しかも結構新しい文庫ですね、これ2010年。あ、そうなってました、はい、うん、あれかな、単行本としてはもっと古いのか、古いです、確か1960、70から60。そうですよね、そうですよね、そうなんですよ、うん、文庫になったのは比較的そうです。ちょっと読んでみます、これ。ありがとうございます、はい、じゃあこれをちょっと今回推薦図書として紹介させていただきます。お願いします。でいつも、ちょっとタイムラグがあるんですけど、新宿の紀ノ国屋さんというところでこの番組と連動したコーナーを作るんですね、はい、作っていただけるっていうんです、はい、いつも、はい、ブックフェアという形で、はい、でまあ僕らが紹介した本だったりとか、もちろんまあトモギンスも並べさせていただきますし、うんうん、ちょっとこの本もその紀ノ国屋さんに行ってもし並べられるような在庫があるんだったら並べてくださいというような話をさせてもらいます。お願いします、はい。ということでまあまあ大筋な話が伺いましたもう1時間経っちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとまだ本当はいくらでも聞きたい話とかもいっぱいあるんですけども、うん、まあ次回次回といいますか、そうですね、またの機会、はい、そうです、お願いしたいと思います。はい、はい、いやーこんな恐ろしい話結構しちゃったんで大丈夫かなそうですね、可愛らしくしようと思ってたのにまたおっかない人になってしまったからってそんな風には。そうですか、うん、いやいや漫画と一緒ですね。そうですね、うん、違うんですね。山本さん、そもそも風通しがいいと思いますよ。そうですか。ということで今日はありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、まずそうですね、いろんな形、ところで喋られてると思うんですけども、何せ漫画としては今回このドミトリー・トモキンスっていう漫画は、12年ぶりになられると。そうみたいです、はい。はい。漫画としては7冊目、著作としてはまあ8冊目ということなんですけども、はい、なぜまずここまでインターバルが空いてしまったのかっていうところから伺いたいんですが。ああ、そうですね。何しようか。もう探してるうちにこのぐらいかかっちゃうんですよね、うんうんうん、そうですよね、で締め切りも決めない状態、決めないで考えてるもんですから、何しようかが決まるまではそうなんですよ、
やっぱり10年くらいはあっという間にそうでした。でも依頼が、うん、その間もこういうの書いてくださいとかありますね。ありますよね、出版社さんから。お付き合い続けてる状態で、はい、なんて、なんだ、何の話かって思うんですけど、今、どんなこと、本読んでますか、うん、とか、何が面白そうですかみたいな、連絡はし合ってるんですよ、うん。で、何を書こうかが決まらないんですよ、うん、っていうことを、まあ、正直に言っといて、で、なんとなく、編集者さんと、話が、書いてる本、あ、読んでる本の興味が一致した話が盛り上がった編集者さんと、うんうん、じゃあそれやりますかみたいな約束が、まあ、何年か経つと出来上がってくるわけですよね。うん、今回のもそんな感じです。そんな感じ。田中さんとも、黄色い本を書いた割合すぐ後にご連絡いただいてて。うん、はい、編集者さんの田中さんですね。そうです、そうです。はい、今回の。でもまあ、何をしたいかがわからないので待ってくださいねみたいなことを、お返事してて、で時々お互いに近況どんなしてますかみたいなことを手紙でやり取りしてました。でそのごめんなさい、この本 の, その企画が、一致した時、その話が、それから出版まではどれぐらいかかったんですか。そうですね、4年くらいかかってるんじゃないかと思います。科学でやりましょうよみたいな、ストーリー漫画じゃないのにしましょうよっていうのが、まとまったのがそんなだと思います。そうですね。決まってからは割と早く書けるんですか、それとも決まる前。いや、決まってからはお互い、よし、じゃあ勉強しましょうよねって、お互い勉強し合いっこみたいな、この本読んだだの、あの本読んだだの、山だみたいなことを。いや、でもそういう仕事の仕方って今回初めてなんですよ。いつも漫画、それまでの漫画の時はもう自分一人で書くもんだと思ってたので、どの本も編集さんに原稿のほとんど下書きも終わり、スクリーントーンもこういう風に貼れるっていうことが分かった状態で、これなんですけど載せてもらいますっていう風な感じで、原稿を渡してたんです。そのやり方でずっとやってたんですけどもね、今回はその次に何をしようかなが全然浮かんでこなくて、黄色い本やった後ずいぶんくたびれてて、何にしようかなが浮かんでないところで、田中さんともそうですねみたいな感じで、何年も経って、でようやく科学っていう、科学の本を紹介するっていうところにたどり着いた2人で、じゃあこれにしますかってな感じです。じゃあ具体的に科学のこの本をっていうところではなくて、まず科学の扱いたいなっていうところから、じゃあ実際科学の中のどの本にしようかっていうふうに勉強していったっていう感じなんですか。そうですね、はい。じゃあそれまでなんか本を読まれて、あ、これがいいなとかそういうのが、そう、お互い感想、本読んだ本の、図書館で読んできた本の感想などを言い合って、でモチーフが決まる前も読んでた本とか、その興味がこう湧いてた。そうですね、そうですね、子供の頃読んだんだけどさみたいな本もお互い出てきますよね。ありました。なるほどね。でとなると、そのそもそもなぜじゃあ今回は科学の本で行こうかっていう、こう、ところが疑問というかあれなんですけど、はい、まあ、いろんなインタビューの中でもこう何回かこう話されてますけども、まあ、自分を漫画の中でこう自分っていうのを出すのにちょっと疲れたというか、そこからちょっと離れたくて、その科学の本っていうのはなんか涼しい風が通り抜けるような感じがしたので、科学に惹かれたって話をおっしゃって、インタビューでされてますけども、このあたりもちょっと詳しくお伺いしたいんですけども、科学のどこに惹かれたんですか？そうですね、おそらく科学のにしようという前の段階で、何やらちょっと変化があったんですよ。
黄色い本の後にその人の顔を描いて目鼻をつけてっていうのがどうもなんか自分の中でうるさいなっていう感じがある、あ始まっちゃったんです、うん、へえ、うん、なんですかねって言うんですけどあれですよね、どんな顔を描いても、うん、犬の顔を描いても猫の顔を描いても、うん、自分の顔に見えちゃうみたいな、自分の声で喋り始め、うん、私の声で喋り始めちゃうみたいな、うん、そんな感じが始まっちゃいまして、うん、それってまあおそらく黄色い本で自分のこと長々考えて書いてたことの後遺症みたいなもんなんだろうなと思いましたんでね、うん、まあええ、それじゃない形で絵を描く方法ってないかなと思った時に、人物画じゃなく、絵で言えば人物画じゃなく生物画とか風景画とか、うん、そっちのもんだったら描きたい気持ちはあるのに、うんうん、そんなことを思いまして、よしじゃあ今まで人物画描いてましたが、漫画ってなんとなく四角い枠の中に人間バストアップとかロングとかあってもみんな人物画っていう感じがしてましたから、それを一旦やめた、で風景か生物かみたいなもので漫画がコマ漫画ができないかなってことを考えてたんですよ。それで言うと、漫画だけでも なくその例えばテレビっていうのも四角い枠の中に人が映ってながら、ドラマってこともあるし、ドキュメンタリーってこともあるし、ニュース報道みたいなこともあるし、ドラマだけじゃないじゃないですか。それでいうと漫画だってそのフィクションじゃないこともできるかもしれないんじゃないかななんてこともちょうど重なってたので、うん、で風景が、生物がでノンフィクション、その案外3つちょうど一緒に頭の中にあったので、うん、それでまあなんとか、うん、やってみたらどうかなっていうのを考えたんですよ、うん、でもそのいわゆるなんで大きな意味でいうその漫画の枠というか、うんうん、要はそのじゃあイラストを描けばいいんじゃないのとか、イラストレーターの仕事をなさればいいんじゃないのっていうなんか意見も普通に出てくると思うんですけど、はい、ありますよね、そこには行こうとはしなかったんですか。そうですね、なってませんね、うん、なんでだろう白と黒しか使えなくて、イラストレーターは色塗らなきゃいけなさそうなのできっと無理と思ってましたはい、そうですか、ああ、そうですよね、うん、あるいは漫画というやっぱりその形にはやはりまだ愛着があるとか可能性があるとか、はい、そういうこともありますか。四角いコマ、正方形とか長方形とか、うん、あれがかなり好きです。イラストレーターない枠ないじゃないですか。はい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 、なので、うん、あんまり書きたいなって気がしないんですよ。うん、あ、四角い枠好きみたいです。枠、四角い枠。ええ、なんでしょうね、その枠に何がある。絵本も書かれてますよね。はい、ええ、その時はどうだったんですか。あれはですね、そうそう、ちょうど間に書きましたよね。うん、これはね、なんでだったんだっけな。これはね、そうですね、引き受けたんですよね。なんで引き受けたんだっけな。字の読めない赤ちゃんが読む絵本だって聞いたんで、うん、引き受けたような気がします。小学生が読みますって言われたら引き受けてなかったと思う。それは漫画と同じだからってことなんですかね、小学生が読めるものになったら。またそれを小学生読めるとなると、うん、また私きっと自分の顔を描き始めちゃいそうな気がするんですよ。赤ちゃんなら、はい、どうか分かんないですけど、根拠ないですけど、はいはい、赤ちゃんならそんなこと思わずに絵だけ見てくれるんじゃないかなと。確かにこの絵本、まあ、僕も相当好きな絵本なんですけど、最後の見開きの
この見開きがあるんですけど、ね、まあ、ラジオで伝わらないんですけど、うん、はい、これは今を見ると結構トモキンス風と言いますかですね、お、ちょっとこのグラフィックな感じと言いますか、すげえ見開きだなって当時も思った記憶があるんですけど、そうでしたね、うん、白とお日様が昇る時の明るい赤と、ね、みたいなね、うん、赤と白と黒と夜の黒と、ね、すごくかっこいい見開きなんですけど、あ、そうですか、ありがとうございます。でもその自分から離れるっていうのの、うん、切り替えっていうのは、うんうん、今まではだってそのつもりで自分の気持ちを入れて書いてたわけですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。切り替えができたんですか、もう、あ、モチーフを変えた時点で、うん、作品にもこうすんなり入れた。そうですよね、今まで何の問題もなくやってこれてたんですよね。そうなんですよ、なんでだったですかね。でも人の作品も他人のその著作物読む時もその自分が出てるものは少しこうしんどい、読むのがしんどくなって、そうなってきました。そうですよね、はあ、何なんでしょうね、うん、うん、そうですよね、前は平気でできてたんだ。それがまあ黄色い本でちょっとやりすぎたっていうのはあるんだと思います。その前まではお友達だの、うん、棒が一本でもそんなにコテコテに私私って言ってきてはいなかったかもしれないけど、うんうん、黄色い本の時にはもう、うん、あの、ええ、そうですよね。でも読んでる方からしてそんなにこう、これね、よく皆さん、インタビューの方、皆さんそこは意外な、あ、そんなに自分自分だって思ってないですよ、みたいなインタビューと何回か見て。離れてる感じが。そうなんですか。そうでしたか。まして、だから、どの顔が全部高野さんの顔にっていうのは、もちろん、まあ、書き手ならではのね、意見なんでしょうけど、読み手としてそこまで自分自分っていうのは、むしろ、高野さんの作品はむしろそこからちょっと遠い作品、母さんだと思ってたぐらいですけどね。そう、そうなんらしいですね。はい。ええ、うん。なんでしょうね。うん、いや、あのね、あのね、何ですかね。あの、うん。ほら、絵って、きっちり、体力があって、自分の気持ちをコントロールできるときは、きっちりと絵を完成させることができるんですけど、体力がなくなってくるとコントロールできなくなってくるんですよ。その心の中のことが自分でも気づかないことを絵が線に出ちゃうみたいな、うん、あの隠したつもりのことも絵に出ちゃうみたいなことがあるんです。あの体力のある時は読み手のことを考えて、いやここはちょっと片付けとこう、見せないようにしとこうっていうことができるんですけど、体力なくなってきたり年取ってきたりすると、うん、その思いがけずあの出ちゃって、それが読み手に悪い影響を与えることもあると思うの。悪い影響ですか、うん、それは例えばどういう誤解を与えることもあると思うの、うん、それはやっぱり誰が読むか分かんない、うん、あの本を作るっていう人の責任みたいなものがあって、うん、世の中への、うんうん、だから健康じゃない時は書いちゃいけないんだって、うん、ええ、思ってましてね、うん、それで言うとちょっと黄色い本を渡った時には疲労感、うん、でこれ以上書くとなんか書いてるとまだ頑張って書こうなんて、うん、あの続けると、うん、あのなんだろうな、うん、あのなんかとんでもないことを言ってしまうかもしれない、うん、で
編集さんが止めてくれれば良いのですが、はい、今編集さんそれも面白がって出しましょうよって言っちゃう編集さんって多いじゃないですか、それって危険じゃないって思うんです。だからこれは今もうここまで来ると誰も止めない、止めないかもしれない、止めてくれないかもしれない私のことと思ったら、ちょっと自分でブレーキかけなきゃ。もう書くのは、あの心の中を書くのは疲れが収まるまではやめようっていう感じがありました。その確かに体力が後半なくなってくるので、なんか後半だとちょっと急に主人公が老けてしまったとかっていう話をなんかインタビューでね、そうなんですよ、されていましたけど、それがね、コントロールできないんですよ。で、書いてる最中はそのつもりないのに、仕上がって本になって半年ぐらい見るとびっくりするぐらい、あと、びっくりするぐらい疲れ度合いが出てることを後で気がつく、もうね、世の中に出てしまって手遅れなのに、はい、あとこれがやはりゾッとすることなんだけど、自分じゃできてるはずなのに、読んだ人にとってはそのあなた心の中にこれがあるでしょっていうのが読めちゃう人もいるわけですよね、全部の人じゃないんですけど、その時に たまたまそのなんだろうな、あれですよ、そんなね、いつも前向きなメッセージばっかりじゃないんですよ私の絵の中には。それがね、誰かが読み取るかもしれない、とっても前向きじゃないこともちらっと出てきちゃったりすると、きっとそれを読んじゃう感度のいい人がいるかもしれないから、それはまずいなみたいな、なんかいきなりこんな話で恐ろしい話をしてきたんじゃないんですけど、いやいや体力っていうのは、その精神的な面っていうのもあるってことですね、精神的な健康、そうそうありますよね、ありますね、それって下さんもなんか、いやすごいよくわかります、あ本当ですか、その表現っていうか、まあ、その作品がネガティブっていうか、まあ、そのポジティブとは限らない表現だとしても、心が健康であれば、もっと伝わり方がすごく違うと思うんですよね。そうですよね。でも心が健康じゃない時にのものって、なんかね、やっぱり自分でこう嫌な空気を出してるものを流してしまって、それを受け取ったその電波みたいなものなんですけど、なんかこうそのアンテナが に引っかかってしまった人が、やっぱ健康じゃなくなるんじゃないかっていうのはすごく、でそれテレビとか見てても、まあ、他の人の作品見てても、あなんかこの感じは嫌だなとかいうのがあって、自分にもなんかこれを出しちゃいけないなって思ったりとかすることはちょっとあったりするんですね。ありますよね。それって主にやっぱり絵の話ですか、文章でも出てくる、いや私は全部に関わってると思います。そうですか、はい、トモさんはそれ絵の話ですか、やっぱり、文章はちゃん書けないんで、絵だけ、絵だけ、そうですよね、そうそう、高野さんにとってはそのやっぱりその、漫画という形で、漫画という表現でっていうことですよね。そうですよね、なんか生死に関わることのように思えてしまうんですよね。あそうそう思います、ほう、知らない人の精神に関わること、そう思いますよね。ああ思いますね、編集者さんがねそこら辺を気がついてくれればいいんだけど、でもそういうのを喜ぶ人もいるしな、だもんで、それはやっぱり自分で、あまずいなと思ったらやめなきゃいけない気がしてます。結構それが好みだったりする、人もいたりとかして、そう
それはもう危険ですよね、なんか危険というか難しいですよね、うん、でもそういった意味で言うとこれは僕個人の感じなんですけど、僕もだから多分そういった作品はあまり好きな方ではないと思うんですね、僕多分いうの好みとして、うん、それはもう本漫画映画何にもかかわらず、うん、で僕もそもそもやっぱり科学の本がやっぱりそもそも好きだったのと、うんうんうん、あと子供向けのものって好きなんですよ、うん、それはまさにね僕の中でもその要は作者の自分みたいなのが奥の方に引っ込んで見えるから好きっていうのは、もともと自分もそうなったんですね、うんうん、それこそ涼しい感じというか冷たい感じというか、なんか力、むしろ力強い感じを受けるんですね、うん、そうですよね、うん、自分がこの人後なんだっていうか、うんうん、先に何かそれこそ大げさなこと言うとこれを出すことが世のためになるみたいな確信を持って書かれたり作られたものっていう風に見えたんですね、子供のも子供向けのものだって、まあ、全般というよりはその中の優れたものの話なのかもしれないですけど、はい、だから今回高野さんが、まあ、僕はそんなに高野さんの作品見て高野さんの自分がっていうのを感じてたわけじゃないですけど、はい、でも高野さん自身がそういう思いがあってそこからこの科学の本の方に行ったっていうのは僕としてだからなんとなく分かるっちゃ分かるという先月なんですけど、あ、そうですね、そこで科学に行くかっていうのは確かに、ええ、なんででしょうね、まあいい具合にそれこそ田中幸子さんという人がですね、はい、編集さんなんですけど、はい、全然文系じゃないんですよ私のそのあの暗い恐ろしい部分を、うん、まるで気がつかない人なのかなっていうぐらいに理系の人で、うん、それがあ、この人、この編集さん、すごい、会ってておしゃべりしてて面白い。文系の編集さんはダメですわね、うん、そこで言うと。ああ。なもんで、理系の人だったんで、うん、あ、この人と一緒に、あれやこれや本の話をするのは面白いなと、うん。私が読まないものを探してきてくれるんで、うん、じゃあ、オッケー、そんな理科好きなら、じゃあ私も付き合うから、理科の本にしましょうよ。科学の本にしましょうよ。うん、ってことで。うん、ここに来ました、うん、でも書いてる間って日常のそういう浮き沈みみたいなのもやっぱりありますよね、うんうん、そういうのは反映っていうか影響しなかった、あ、トモキンス書いてる間ですか、そうですね、そうですね、うん、ええ、自分のことではないのだし、それももう随分昔のもう空の上の方にいる人たちのことだと思うと、一作書くごとに お空の方にありがとうみたいな感じで、ご苦労様、書かせてもらってますみたいな、そんな感じがあって、あれですよ、自分の締め切りでひいこら言ってても、絵がうまくいかなくて、トモキンスの中のねキャラクターうまく描けなくても一休みして、ベランダから外見ると4人の科学者さんがまあ、いいんじゃないですかみたいなことを言ってくれてるような気がしてたんで、あ、いいかなと、それで、なんとか最後まで来ました。じゃあやっぱりその科学であるっていうことと、まあ、あと他人を主人公にしているというか、うん、他人のことを書いているってこと、しかもそれが古い人たちであるっていうところは、うんうん、その要は黄色い本で疲弊なさった高野さんにとっては非常に心地が良かったというか、ある種の、まあ、リハビリといったら大げさかもしれませんけどっていう形になったってことです。そうですね、うんうん、でもそれもなんか僕は全然漫画とか別に書くわけでも何でもないですけど、すごい分かる気がするというか、科学の本と子供向けの本と、あとやっぱ海外の本のものが好きなんですね、文学とかだと、小説とかだったら、はい、やっぱりちょっと自分と距離がある方が疲れないと言いますか、そうですね、うん、そういうのありますよね、なんか、はい、距離があるからこそなんか心もちゃんと心穏やかに接せられると言いますか、楽だったってことですか、気持ちが。ええ、そうですね、はい、ええ、もうなんだろうな、
4人の科学者さんは私の絵ではなく昔の漫画家さんの絵を借りているので、うんうん、それでそもそも似顔絵なので高野が出ようがないし自分が出ようがないし、でもう一人の智子さんと金子さんももう目玉を点にしてしまえば、うん、余計なことはおしゃべりしないし、うん、あれですよ、なかなか気持ちがよく書けました。自分が気持ちいいだけじゃなく本当に正しく内容、うん、4人の科学者さんの内容を伝えられているかどうかというのはとっても不安のまま、うん、未だにそうなんですけど、うん、最後まで、うん、ちゃん私が気持ちいくってもしょうがないんだよなと、うん、ちゃんと伝えられてるのかどうかなっていう不安はあるんですけど、でもとりあえずまだこの中で紹介されてる本は、はい、鏡の中の物理学かな、これだけ僕ちょっと手に取って読みましたけど、これからゆっくりと、はい、そうですね、富永さん、そうですね、はい、これからちょっとゆっくりとそれぞれ読んでいこうかなと思うんですけど、トモキンスはもうさっさと読み終わって片付けてそっと紹介されてる本の方をゆっくり読んでくださるのはあ、それが一番だと思います。そうですか。トモキンスはもうさらっともう閉じてしまってくれていいです、うんうん、その後の、紹介されてる、うん、さらにさらに本棚、科学の本棚の方をたっぷり読んでいただくのがこの本の目的ですね、はい。確かにそのドミトリ・トモキンスはすごくさらっと読むことは全然できると思うんですね、うん、僕も一読目はさーっと読んで、はい、語弊がありますけどすごい分かりやすい漫画だなと思って読みました、はい、ただ何度も読み返してるといやいややっぱりそんなこともないのではというふうに思ったりもします。あ、そうですか。もっと、もっと言うと、うん、すごく楽しみ方がいろいろできる作品じゃないかと思っていて、うん、はい、例えば、高野さんの漫画のなんか皆さんのこれまでの作品のイメージで例えばアングルがすごい凝ったアングルがとか、ええ、すごいコマの中のカメラの動き方が独特であるみたいなのがあって、そうそう、今回一見それが抑えられてるようには見えます、確かに、はいはい、でもやっぱりよく見ると、うん、なぜ例えばこのキャラクターとこのキャラクターはコマによってトーンの張り方が違うんだろうとか、はい、影の こっちのコマではベタで影がついてるのに、はい、こっちは急にトーンになっていくんだろうみたいな、おそらくまたこれ鷹のルールが存在するのではないかというふうに駆られてですね、そうですか、やっぱり読み解きたくなってしまうというところもあります。単純にそう、まず僕トーンのルールって言いますか、はい、がちょっと気になったんですけど、あ、そうですか、はい、そうですね、うん、智子さんと金子さんが、うん、でしゃぶらないようにするには影は薄く黒の少ない絵で描く方がいいなと、うんうん、科学者さんたちの方はくっきり墨を塗ろうと思ったんですけど、いきなりそれだとあれなんですよね、要するに何だろうな、いきなりそれだと科学者さんがキャラが立ちすぎるとキャラが科学者さんが冒険始めちゃうんですよ。で、手塚治虫漫画に近くなって、そうすると読者は起承転結のオチみたいなやつとか、あと、うん、悪い人をやっつけるみたいな、うん、そういう流れを、うん、物語を当然期待しますよね、うん、だからそこのところでギリギリそうなりそうなところで5ページ目がコーンと出てきて、はいはい、ここでおしまい、落ちの直前に智子さんが出てきて、うん、おしまいっていうふうにしないことには、うん、そもそもの目的の図書館へ行ってくださいねが伝わらないなと思ったので、だもんで最初のスタートと最後の5ページ目1ページ目と5ページ目は、うん、智子さんたち主導、真ん中の3ページの間は科学者さん主導っていう風になんとなく分けていく。なるほどなるほどなるほど。でもそうですよね、科学者さんがこう主導になると、はい、智子さんが影がぐぐ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 ぐ本題に入るっていうか、はい、まあ、確かになるほどね、はいはいはい、はい、今回あれですよね、ペンも変えられたっていう話をされてますよね。そうですね、描線の時ですか、はい、
要は智子さんたちは比較的強弱の出ない、うん、ない線で、ええ、すごいな。あの割と単純なことで気がついたんですけど、はい、目玉の黒って黒目って塗れば塗るほどだんだん大きくなりますよね。 あれって割と当たり前のことなのかもしれないけど、うん、黒目が大きければ大きいほど主人公面をしてくるっていうルールってあるじゃありませんか。手塚治虫、うんうん、アトムの黒目は大きかったんだけど、うん、でも割とここのところ最近の漫画は黒目どんどん小さい派の方が一般の漫画増えてるんですよね。だからあのその漫画のストーリーの中でどの人が主人公だか分かんないような書き方をするのが今の2000年の漫画で、そう、どの人が主人公になるか分からないよ、うん、お話、目玉の大きさがみんな同じ。なるほど、ええ、だけど1950年60年70年あたりの漫画までは主人公顔と脇役顔があった、うんはい、違いは目玉の大きさだったじゃないですか、うんうん、そんなのが偶然今回割と分かった、初めて発見しました。智子さんたちはもうこれ以上ないぐらい小さいですもんね。小さいですね。そうね、なんですよね、うん、でも彼女たちがでもナビゲーターではあるんですけどね、はい、そうですね。でも不思議なことにでもそれでまた一つ発見があったのですけど、うんはい、主人公顔をした手塚漫画タイプの方が自分語りしないで済んだんですよね、うん、その最初の問題と戻るんですけど、私が私がって言わなくて済んだんですよね、あの時代の漫画の方が、うん、それはなんで、なんなんでしょうね。そうかも、そうですね、そうでしたよね、うん、リボンの騎士を、うん、まるで自分のことのようには読まなかったですよね、お姫様だと思って、うん、自分から離れて読んでたのに、うん、あの頃はね、目玉の大きいキャラクターがいる間は、うんうんうん、そうやって読者は楽しんでたんだけど、うん、今のどんどん目玉が小さいキャラが動く漫画になってきたら、うん、みんな一斉に私が私がになってきてしまった感じは、それぞれのキャラクターにこう感情移入できるような感じに、うん、なってます、ね、ますよね、うんうん、より僕らの世界に近づいてきちゃったってことなのかな。違う、ごめんなさい、ちょっと間が飛んでるかもしれないですけど、要は主人公のいない世界に僕たちはでも多分いるじゃないですか、本当は、ええ、もちろん自分が主人公の世界なんですけど、はい、でもみんなそう思ってるわけだから、はい、なんつったらいいのすごい変な話をしてますけど、ええ、そうです、ね、そうなんですよね、主人公面、主人公、主人公とはそうですよね、なるほどね、そういう意味ではちょっとじゃあ難しいじゃないですか、何ですかね、書いてて書きつつ分かったことってそういうことでした、うんうん、不安になったりとかは別にしなかったですか。主人公が勝手に動かないように動かないようにしなきゃいけないので、うんうん、しょっちゅうその枠線でくっきりとその四角から出るなよみたいなことはしてましたね、制御の枠でもあるわけですね。そうですよね、そうか、なるほど。高野さんはでもそうですね、なんかすごく制御の人っていう印象もあるけど、うん、でもでこの漫画最後に最後 あの 話数といいますか最後の回が、はい、でもものすごく急にダイナミックな展開という、はい、なっていくじゃないですか、はい、要は、まあ、血と科学という中川さんの話をもう軸に、はい、急にすごくグラフィックなページになっていって、うんうん、まあ、騙し絵みたいになって最後終わっていく、うんうん、この展開はそもそも最初から考えられたんですか。いや考えてなかったです、途中で、うん、さラストどうしようかなってのこと言って田中さんと相談して、うん、夢落ちですかみたいな、そんなことだったんですけどそれしかないのかなと思ってたんですけど、うん、ただいい具合に、うん、この使徒科学っていうか古い、国語の教科書に載ったんですって、これ、うん、あ、そうなんですか。昭和30何年だったかな、三村図書の国語の教科書に、中学何年生だったかの国語の教科書に載ってる文章なんですよ、うん、これがあラストこれをなんかエンディングテーマソング、うん、エンディングソングに使うと収まりがいいわねみたいなことになりまして、うんうん、でこの詩を丸々5ページでこの詩を紹介すればいいわけだし、うん、じゃあその詩の
文字部分じゃない絵の部分を何に書こうかなと思ってたら、うん、まあやはりそのあれですね、科学物理のことを特に湯川秀樹の本を読みながら考えしていくと、その何ですか、二次元の平らな世界の中、紙の上の平らな世界の中のことが、ああ物理と結構近いんだなみたいなことを思い始めて、で数学で定規とコンパスで絵を数学の授業で図を描いてた時のことなどを思い出し始めて、小学校中学生の頃の算数の授業、はい、コンパスで丸を描いてみたいな、うん、あれのことを思い出したんですよ。ずっと長いことそんなことやってなかったんですけど、はいはい、特に湯川の物理講義を読む、湯川秀樹物理講義を読む、あの本がめちゃ難しいんですけど、算数の授業をもう一回やってるみたいな感じで、読み物としては決して楽しい読書には入らないと思うんだけど、本当にもろ数学の教科書なんですけど、あれが意外に気持ちいいんですよ、読むと。はい、で空間とはみたいなのものがね、でそんなこと考えてたら、定規で線を引いてコンパスで丸を描いてみたいな、そういう絵がちょうどこの詩には合いそうだなと思ったもんですから、トモキンススタートの時の金子ちゃんは、ほっぺがふっくらした顔をしてたのに、だんだん丸、キューみたいな顔に、金子ちゃん、赤ちゃんの顔が、球体になっていくんですよ。はい、そうですね。最後も完全に球体ですね。それが、はい、もう思いっきりじゃあ、もう球体で行こうじゃないのって感じで、次第に、金子が球体になって、その記号のように、絵ではなく図に近くなってきました。なんか金子ちゃんの、ちょっと成長が、はい、なんか楽しいなって思ってましたけどね。そうですよね。成長しすぎて急にやってしまった。人間でなくなってしまったんですよね。はい、確かにそうか、はい。ちょっとね、作品の時間実はゆっくり流れてる印象があるんですよね。そのこの作品の中に四季とその健子ちゃんの成長がちょっとあるっていうのが、うん、はい、すごくこうホッとするっていうか。ああ。そうでしたね。はい、牧野富太郎のね、植物の会なんか、はい、お花が咲いたよみたいな、はいはい、そう最初はねそんな風に、穏やかに来てたんですけど、だんだん球と直線になって、はい、円と直線になってしまいまして、はい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 、よしもう思いっきり最後はそれでいいやねっていうことで、そうでした。幾何学模様になってしまいました。朝日新聞のインタビューでその高野さん今回の本でその漫画って今まで絵画と文学の間にできた赤ちゃんだと思ってたんだけど、はい、最近は図幾何学と国語の間の赤ちゃんだっていうふうに思うようになったっていう話をおっしゃっていて、それってまあ今回のこの最後の話数とかにもろに出てくるつながる話なのかななんて思って読んだんですけど、そうですよね、絵だと思ってたのがいつの間にか描いてるうちにあれって思い始めて、図じゃないのこれもしかして、特に色がついてないっていう段階で、だから色のついた漫画全然あんまり興味ないんですよ、カラーっていう、カラーページって白黒大好きなんですけど、そうすると白のと黒はまあ絵じゃなくて図かこれ、それで言うとそうですね、絵だと思ってるたんですけど、長いこと漫画のネームと絵だよねみたいな、デッサンだよねみたいなことをね、漫画描くったら最初からよしよし、まずデッサン大事、クロッキー大事、スケッチ大事って思って練習してきたわけなんですけども、どうもその違うみたいなんですよ。その
お話を伝えるための絵と思うと、その、あの、読んで美しい、あ、見て美しい絵っていうのと違って、うん、説明のための絵を描かなきゃいけない。説明のための絵っていうのは、うん、絵ではなくて、図になっていくんだなってことが。うん、あの、は、あの、ほら、絵の役割で、鑑賞の、見て美しい鑑賞のための絵と、うん、説明をするための絵とあるんじゃないかな、うん、説明のためって要するに、はい、あのエアコンの取り付け方の図解とか、はいはいはい、ファックスの紙の入れ方の図とか、究極的に言うと地図かもしれませんね。地図、地図、はい、そうなんですよ、はい、地図なんですよ、はい、あれあれって、うん、絵じゃなく図になっていきますよね、うんうん、はい、でもなんか、うん、そこのところが面白くなってきましたね。ドミトリ・トモクにその巻末にまさにその、はい、T さん、東京在住はこの夏盆踊りが踊りたい、うん、これはまさに説明ですよね。説明の図の漫画ですよね、はい、確かにね、はい、ええ、うん、これももうなんかすごいことになってるなと思いましたけど、この辺が今じゃ高野さんは面白くなってきてるということなんですか。ええ、そうですね。でも極力どんどん説明の図を、うん、上達していくと、うん、誰が書いたとかとかいうことはあんまり意味がなくなってきますよね。まあ、はいはい、匿名的になってる、ね、そうですよね、はい、あのエアコンの取り付け図のすごい素晴らしいやつって作者は誰とかどうでもいいクレジットがないみたいなことは気にしないですよね。ありますよね、はい、でもそれって結構昔はね、そういう職業たくさんあったみたいですよ。あ、私、うん、あのこの科学本を調べてるときに、あの科学朝日っていう1960年くらいの、うん、グラフ誌あったんですけど、はいはいはい、あの頃はまだ、雑誌にカラー写真の技術があんまり高くなかったらしくて、うん、あの図版なんですよ、あの図解なんですよ、何年かね、ちょうど読んだのはね、うん、オリンピックの時の、オリンピックの時の、うん、電光掲示板の仕組みみたいなのが図解されてるんですよ、はいはいはい、ペン書きなんですよ、どうも、はい、製図ペンで書いたものとかね、あの時の特集はね、水洗トイレの仕組みっていうのが、ね、水洗トイレの浄化層はこうなってるっていうのが図解になってるんですよ。それがすごく不思議だったの。ところが今、それを、うん、はみんな写真で間に合って、上手な写真ができてるから、はい、あと動画もありますしね。そうですね。ええ。で言うと、亡くなった職業でああいう図面屋さんみたいな職業があったんだなって、うんうん、今あれがなくなったばっかりにみんなが漫画家になるかになってきちゃってないかなって、 あの職業がなくなった分、はいはいはい、イラストレーターになるか漫画家になるかアニメーターになるか、うん、絵が得意、絵が好きだって思った子がそうなっちゃってるような気がして、うんうん、そういえばでも、うん、私も子供の頃ってこう漫画はそんなにお家になくて、で、 うん、でもなんかこう漫画的なものが見たいっていうのは、うん、時はやっぱその説明図とか図面とか、本当それこそ地図とか、うん、あの地図記号とかも周りに見えたし、はいはいはい、見てたの思い出しましたね。トイレ、あのトイレも、あの当時は親戚のうちに水洗トイレの用の足し方っていう図解があって、貼ってましたよね。貼ってましたね。便座の裏に、そう。それもすごく見るの楽しみで、なんだろうな、やっぱ、まあ、トイレっていうのは子供が好きだっていうのもあると思うんですけど、そうなんですよ。中にああいうのすごく残ってますね。あの主人公のない絵 なんだけど、そうそう、もう棒の人間なんですよ、ね。そうなんだけど、そうそうそう、そうなんですよ。ところが今もう主人公何でもありでしょう。なるほど。食品のパッケージにももう主人公ついてたりするじゃないですか。そうですね。ああ、あれだね。はいはい、勘弁してくれよみたいな。肩、うん、なんか結構もういっぱいいっぱいな感じ、うん、ありますよね。うん、うん、そう。おそらくなんかまさにその主人公がいない、ある種風通しのいい冷たい感じというのを、うんうん、多分みんな感じ取って、商品に関してはもっとあったかい方がいいんじゃないのって言って、主人公を作っちゃってるんじゃないですか。うん、おそらく。何でもキャラになってるでしょう。うん、だから牛、あの焼肉屋さんで牛が美味しいもんって言ってそうだですよね。それはどうか、最初は良かったんですけどね、みんなあれになっちゃったから、うん、ちょっとな、あの、そうですね、ええ、あの海外の家具とかだと、うん、もう図だけでどの国の人が見てもいいように、うん、あ、イケアとか、そう、イケアとかは、うんうん、その組み立て方が変えて、うんうん、あれとかもすごくこう気持ちがスッとするっていうか、なんかこれいいなって眺めちゃいますね。そうですよね。
ある種、まあ、ユニバーサルな感じがするというか。そうですね、はい、以前高野さんのその、これ2010年の人風っていう同人誌に近い雑誌のインタビューかな、はい、なんかネットで出ててですね、その漫画今その一人称とか二人称とかっていうのが、おそらく小説とか映画にはそういう人称のルールっていうのがあるんだけども、うん、漫画はどうやらそれ、はいはい、映画とか小説のその人称のルールとちょっと違うんじゃないかみたいなことをこのインタビューでされていて、はい、で特に高野さんに関してはその人称問題というか、うん、これは誰の見てるものなの、うん、誰のカメラなのみたいなのはすごく混乱させられるような楽しさというか、そうなんですか、面白さがあるんじゃないかなと、特にトモキンス以前のものに関しては思ってたんですけど、はい、だからこのインタビューされて読んだ時にすごく僕もハッとしたんですけど、うん、そういった意味で言うとずってまさにそのこれって誰が見てるものなのみたいなことを意識させられないじゃないですか、直接読者とつながっていくというか、はい、ずって、そういうものをちょっと目指されていたのかもひょっとしたらと思ったんですね。それは無自覚のものかもしれませんが、うん、そうですね、なんでしょうね、印象はいや結構いまだに相変わらず結論出ないまま気になってます。あの 3D 映画も好きなんですよ。それで言うとあれも普通の二次元映画と違う認証がありそうな気がして、今この撮っているこのカメラは一体誰の目線みたいな、はい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 、ありまして、あれどうなんでしょうね。そんなでも、まあいろいろ楽しみはありますがそんなんだけどね、たくさんは見れないけど、そんなこと考えてました、でもそうか、図に近づいていく、そうか 3D 映画か、なんかすごくこう迫ってくるし、はい、なんか圧迫感、疲れますね、入ってくる感じ、なんか、自分の了解にこう来られる感じがしちゃうんですよね。 ありますよね、距離がふんと、カメラに寄ってくると、そうですよね、なんかグーグーなってさっきからすごい聞いてました静かだと お腹鳴る音が聞こえちゃうのがちょっとすみません、気まずくて、いや全然いけないしょっちゅう、そんなに時間経ちました、あららやだ、そうだな、いろいろまだまだ聞きたいことあるんだけど、私漫画のことをずっと考えられてるっていうのをどこかで読んだんですけど、日常をどういうふうに眺めてられるのか、いらっしゃるのかなと思って、いいや、もう漫画のこと何にも考えてません今そうですよ、そうですね、一時は確かに漫画のこと考えたみたいですけど、いやなんだか綺麗に何にも考えてないですねで、まあ、日常は日常として、まあ、この、あ、でもこの風景を、切り取ってみたいみたいなとか、前はよく思ってた、いや突然思わなくなりました、なんでしょうね、黄色い本の後は、本当にやっぱ黄色い本がじゃ ある種本当に行き着くところまで行ったっていうところのなんですかね、ある種裏返しのようなことでもあるんですね、そういう気はしますね、どうするとその田中さんというその編集者さんと、まあ、今まではその全部できたものを編集さんにお見せするっていう状態だったのを、今回一からコンセプトの段階から作られていったっていうのも、ひょっとしたらこの本にとっては良かった、ああ本当そうでしたよね、ある種風通しの良さっていうのはそこにどうしても出てくると思うんですけど、人の話を聞く今まで聞くもんかと思ってたんですけど、そうですよ、はい、トモキンスはその本読んで自分で理解した後にこう、作画されたのか、本読みながら作画そうです、されたのかっていうのを気になったんですけど、科学者さんたちの随筆ですね、そうですね、どんな風に、はい、あのこう作品作られたのかなと思って、そうですね、絵にすること何も考えずに面白くただ図書館で、図書館の書庫で古い本、科学の本を随筆読んでました。漫画に、まあ漫画に
するつもりではあったのだけど、漫画描かなきゃいけないっていう状況ではあったんだけど、うん、全然あの、はい、メモとか取りながらとか、取り上げる本を、そうでした、うん、あの4人の科学者さんが決まった段階で1人2冊ずつっていう紹介しようって相談がまとまって、そこでその本の選定をして、その中であのセリフの抜き書き、あの漫画のキャラクターがしゃべるにちょうど良さそうな吹き出しの中に使えそうなセリフの抜き書きをいくつもいくつもしましてね、うん、そして絵ができていく行きましたかね。まあその前にキャラクターの写真に出会って、はいはい、キャーかわいいみたいなこれで動かさなくっちゃこれですよこれみたいな、はいはい、かわいい、そうでした、かまって写真があります、似顔絵描いて、牧野さんは最高にね、もうね、素敵ですよ ね、主人公顔ですよこれこそ、うん、5年ソーラー製ですよね、そうなんですよ、最高ですよね太郎さん確かあと漫画なんだっけ、脱衣所で書かれてた、ああ黄色い本の時、黄色い本の時、はいはいはい、今はどうなんですか、今全然脱衣所卒業しました、卒業しました、畳の茶の間で、うん、ああそうですか、はい、やってます、ああ脱衣所はまあしょうがないです、あの人の話声入ってこないところでやらなきゃいけないっていうんで、うん、脱衣所しかなくて、うん、テレビの音が聞こえないと、完全にだから追い込もうとして追い込まれてたわけですよね、だからそう言ってみてて、黄色い本の時はもうそこまで確実した状況を家の中で探し出して、はい、そうですよね、うん、うんうん、そうですね、今はじゃあそこまで、まあ、この作品に関してはそこで脱衣所で書く漫画じゃないのという、はい、はいはい、あの、うん、全然邪魔されても雑音入っても全然 OK で、うん、そうでした、この知り合い の、 そのアニメーションの監督 の、 あの細田守さんという方がいらっしゃるんですけど、うん、彼は今は最近は違うらしいんですけど、絵コンテっていうその、まあ、映画の元になるものを書くのに、うんうん、ファミリーレストランでずっと採用されてたんですね、はい、もう1日10時間も何時間もファミレスに毎日毎日通って、それはまあいくつか理由があるらしいんですけど、はい、その作品を誰のために届けるのかっていうのをやっぱり常に意識しといた方がいい、うん、で自分が作るものっていうのはそれこそ、子供を含めたより多くのファミリーであったりとか、うんうん、人だったりするので、やっぱり自分一人の環境でやっていくとついついそういう人たちのことを忘れてしまうんじゃないかっていう気がして、だからなるべくざわざわしたところ、ざわざわしたところ、特にファミリーレストランっていう子供なんかもいっぱいいるような場所、ファミリーがまさにいるような場所で書いた方がいいというふうに、まあ、彼なりのそろそろ風通しだったと思うんですけど、ってことをおっしゃっていたのがありまして、今回で言うとトモキンさんはまさにそういう、うん、ファミレスで書かれても不思議ではないような、そうですよね、そうです、うん、そういうふうな印象を持ちました、うんうん、じゃあちょっと時間も結構経ってしまいましたね、先にじゃ あそうだ、高野さんの推薦、推薦図書のお話を伺ってもよろしいでしょうか、はい、はい、今日一冊ちょっと選んできていただきたんですけども、ね、はいはいはい、美の幾何学といいまして、手にしたのは家にあったから、うちの旦那が読んでたんですけど、あの3人の方が書いてらして、私の知ってるのは庵野光政さんだけだったんですでも読み終わった時にはこの伏見浩司さんと中村義作さんのお話も、あの解説文の部分とっても面白くて、あの特にあの最後にはこの寄木細工というものをぜひあれをやりたくなって、ほうほうほう、つまりエッシャーの真似事みたいな、うん、これを、うん、ができるような気がしてくる本なんですよ、なかなかできないんですけどね、このカバー絵がえらい可愛いでしょ、はい、ワンちゃんがジグソーパズルのようなワンちゃんの、はい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 、どうしよう私もこういうのやりたいなと思って、まさにドミトリトモキンの最後のコマのような感じですね、そうなんです、これがでもまあ難しい、この後追っかけて、あの伏見浩司さんの本をまたさらに読んで、うん、そうすると次第次第に作り方なんかも分かるようになるんですけどね、うんうん、何これ何について書かれた本なんですか、そうですね、そうだ、
そうだったな、その白い紙がは綺麗だよねみたいな、うん、何もまだ書いてない紙は綺麗だよね、うん、みたいなことが書いてあるんですよ、うん、えなんだそりゃってな感じですけど、うん、そうですね、物理のことがもう書いてある、はい、二次元、あの白い紙の上に四角いお酒を入れるマスを書くときにどういうふうに書くとマスに見えるかみたいなことが漫画なんかでもありますけど、あれがマスに見える瞬間のことが書いてありましたよ。つまり黒い線が一本あって、その線が集まると突然白い紙の上にお酒の入ったマスがポンとできる、うんうん、その瞬間のことが書いてありましたよ、うん、そうでした。記号がいつ線が記号になって僕らに伝わってくるかみたいな瞬間の話ですか。不思議ですよね。あの漫画の時も、うん、あのね、私ね、私の漫画あんまり線が多くないんですけど、はい、その理由もちょっとあって、うん、書き込みの多い絵よりも線の少ない絵の方が、あのね、コーヒーカップなんか書いててもそれがただの線に見えることもあって、また突然コーヒーカップに見えることもあって、それがあのチラチラチラって太陽タルというか、うん、そうなの、その瞬間がとっても好きなんです。リンゴも